死私の相手をしていただきましょう。てめえなんかの相手してる場合じゃねえんだよ。そう無視しないでいただきたい。ゴーライとアグニを回収した戦闘力は評価しますがね。ドアどこを見ているんですドア行きますよ。神城、トール、何やってんだ、逃げるぞ。でも神城が俺たちにはどうしようもできねえだろうが。鳴らし運転が必要だな。うわっサダミツ、しっかりしろ。なんで物理保護が効かねえんだ。ルガの高速攻撃に物理保護は通用しない。私が物理保護を生成するよりわずかに早くルガの攻撃は君の体に到達しているのだ。そんなことはどうでもいい。早くしねえと神城が。どうしたのです、反撃の手立てがないのですか。どうするつもりだ。スピードでは奴の方が上だぞ。ああ、だから鬼ごっこからかくれんぼに変更するぜ。愚か、これで逃げ切れたつもりか。黙んな。サダミツ、この音はなんだ。戦闘モードのルガは瞬殺ギロチンの異名を取り、高速で回転することによってあらゆるものを切断できるようになる。来るぞ。何をしている。回避しろ、サダミツ。言っただろ、ポンコツ。鬼ごっこはやめてかくれんぼにするってよ。データ不足だ。しかし入力する前に逃げろ。ダメだ、まだ見つかっていねえのか。一匹いる。痛えだろうが、ちょっとの間我慢しててくれ。すぐ回収してやるぜ。迂闊でした。ですな、
他人より自分の心配をした方がよろしいのでは。何？ヴァルチャー！物理保護を最大値に設定。どうして私は。原住民の諸君に宣言する。ここはもはやお前たちの惑星ではない。我ら流刑隊の居住地である。間もなくここには2000万に及ぶ流刑隊が集まる。皆地に飢え殺戮を快楽と感じる宇宙の追放者どもだ。原住民たちよ、これは運命なのだ。速やかに受け入れよう。ねえ、これマジ？にゃの、勝手なこと言いやがって。死んで我らの生となれ。ちくしょう、やりたい放題だぜ。椿君は？ポンコツさんはどうなっちゃったの？ねえ、バカ野郎、貞光がやられるわけねえだろ。もっともだ。違う、我々が欲しかったのは犠牲を払うことのない平和な地獄だ。こんな地獄じゃない。椿さん、どこへ？政府は本日午後7時をもって埼玉県南部の巨大落下物とその周辺に集まった一種生命体の掃討作戦を開始すると発表しました。これについて、おい、生きてんのか兄貴の親父さん。兄貴が。サトミツ、なんだ。気がついたか、ポンコツ。よく生きてられたな、あの家庭特服のおかげか。いや、そればかりではない。発射の寸前、ジェノサイドガンの銃口がわずかにそれた。どうしてだ？データ不足だ、回答できない。なあ、神城のやつどうなっちまったんだ？ヴァルチャーの行動から導き出される推論だが、どうやら井戸に意識を侵食されたようだ。奴はそうすることでヴァルチャーの力を手に入れた。もともと星々の統率者の頭脳を狂わし、青函戦争まで引き起こした前歴の持ち主だ。神城弥生の一瞬の心の隙をつくことなど造作もなかったはず。どうすりゃ助け出せる？無理だ。何？有効な手段はない。井戸自身が解かない限り侵食の解除は不可能だ。だったら神城はどうなるんだよ。ヴァルチャーごと回収するしかない。
んでも回収すりゃいいってもんじゃねえだろうがよ。回収は私に課せられた義務だ。てめえ！たく、てめえの命の恩人床に叩きつけるようなバカならあのまま放っとくんだったな。テレビを見ろ、貞光。衛星からの画像だ。凶爆に対する攻撃が開始されたらしい。バルチャーに対してこの惑星の攻撃兵器はあまりにも無力だ。バルチャーの力を得た井戸がこの惑星を支配下に置くことに疑いの余地はない。ならば私が要請しなくともバルチャーは派遣されるに違いない。その未来にあるものは。やめてくれポンコツ、もうたくさんだ。これは相当な相手じゃねえか。お前どうすんだ。ま、やめたきゃやめたって誰も文句は言わねえさ。なんか、なあ、親父。うん。おめえも変なこと聞くな。死んだ母さんがもしも生き返って悪いことやってたらどうするんだなんてよ。いいから答えてくれよ。そりゃお前止めるに決まってらあな。自分の惚れた女の子だ、嫌な思い出にしたくねえからな。じゃあその女が母さんの顔した別人だったとしたら。それでもやめさせるぜ。母さんの面した奴が悪いことしてるなんてのは悲しくなるからな。貞光、回収することで神代弥生が助かる可能性は一つある。ただし君の知らないもう一人の神代弥生だな。意味が分かるように説明しろ。もし私が回収に成功すればこの先の未来においてバルチャーが派遣されることはない。すなわちバルチャーが10年前の地球に到着するアクシデントも発生しないということになる。10年前に神代弥生が死ぬことはなくなるということだ。もちろん彼女が以降の10年間をどう過ごすのかはわからない。だが君の幼なじみだった彼女が今もこの町のどこかで暮らしている可能性は生まれる。それができるのは貞光、君だけだ。親父、俺の筋を通してくるぜ。おう、行ってこい、バカ息子。サバミツ、母さんが見守ってるぞ。携帯は全部俺が回収する。それが俺の選んだ通すべき筋だ。答えたあの原住民がまさか生きていたのか。あの装甲にはジェノサイドガンも通用しないということか。なら恐れるな皆の者。追放隊は私が始末。誰がこの惑星の頂点に立つ者かをお前たちに教えてやろう。
許せ神城。貞光回収だ。おいよ、うわくそ野郎。貞光そのまま押し切って回収するんだ。バカだ貞光、君はこの惑星における歴史的な過ちを犯したのだぞ。それが何を意味するか分かってる。黙ってろポンコツ。今の奴は井戸でもバルチャーでもねえ、神城だ。やらなきゃならねえのはてめえでも分かってる。だけどこいつの中に神城が、あいつがまたピーピー泣いてるんじゃねえかと思ったら、俺にはできなかった。いくつの話、覚悟はできている。早く回収しろ。神城か。貞光、神城弥生が井戸の意識を抑えている今が絶好の機会だ。うるせえ。追加隊の言う通りだ。私が井戸の力を封じている間に回収するんだ。てめえまで何言ってやがる。貞光、バルチャーを回収すれば10年前の神城弥生は助かるのだぞ。知るかよそんな昔の話。俺は今のこいつを助けてんだ。今のこいつと話してんだよ。お前は俺を守る、そう言いやがったな。俺のために楽しくもねえ殺しをずっと続けてやがったな。お前がそんな思いをしてたのに、俺のバカな頭はまだお前のことを思い出しながらね。それは私が人為的な記憶処理を施して。それだってまだお前に返してもらってね。俺たちは肝心なこと第一つきっちり話してねえがねえか。貞光、本当に何も手段がねえのかよ。あるはずがないよな。惜しかったな。私を回収できる唯一の機会だったというのに。遅い。バカなやつ、この距離でジェノサイドガンを食らっても果たして無事でいられるかな。チキショー。サダルス、まずいぞ。我々は確実に重力崩壊に巻き込まれる。まだ抗えるというのかい。やめろ、無駄なことだ。サダミツ、おめえまさか。